サザンハウンドは、イギリスのイングランド原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、オールドイングリッシュハウンド、ヘビーファインダー、肩書きは、威厳のある厳粛な風采。老いたちに関しては、不明な点が多く、他犬種との混同もあり、はっきりとわかっていない。誕生した世紀については、11世紀の説と9世紀の説がある。主に、お時間をすることを専門として、 身分の高い人に用いられていた。パックで鹿の匂いを追跡し、発見すると、自らの手で仕留めた。おじか狩りの流星に伴って、人気も上昇し、頭数も増加したが、後に鹿の頭数が激減し、おじか狩りが狐狩にとって変わられるようになると需要がなくなり絶滅寸前となった。おじか狩りの帰省ゴム復興を望む愛好家が国の許可を取りながら鹿狩りを続け、 サザンハウンドの繁殖も継続したが、人気は最盛期のように高まることはなかった。このため、サザンハウンドはキツネ狩りに適応させるために他犬種と交配され、最終的にイングリッシュフォックスハウンドに姿を変えた。そして、1800年代に絶滅した。筋骨流々の体つきをしていて、とても力の強い重量がある、セントハウンドである。 体重が重いため走るのはあまり速くないが、非常に力が強いおじかと相対することに重点を置いて改良された犬種のため、その点はもともと気にされていない。銅はやや長めで頑丈、足も長い。頸部も太くしっかりしていて、マズルの長さは普通だが、顎の力は強靭である。耳は垂れ耳、尾は飾り気のない先細りの垂れを。コートは、 硬めのスムースコートで、毛色はホワイトをベースとして、そこにブラックやタンなどのブッチが入ったもの。大型犬サイズで、性格は忠実で従順。勇敢で、狩猟本能が高い。喫水の良犬種のため頑固で独立心は旺盛で、しつけは主人からのみ受け付ける。状況判断力は優れている。獲物の匂いを追跡することが大好きで、 広い場所を駆け回ることも好きであったと言われている。運動量は非常に多い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き卓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。